第一歩を踏み出せるかどうかは、この一体改革の成否にかかっていると言っても過言ではありません。このような背景や認識に基づいて、政府与党は経済状況を好転させることを条件に、2014年4月より 8% へ、2015年10月より 10% へ、段階的に消費税率を引き上げることを含む素案を取りまとめました。引き上げ後の消費税収は、現行分の地方消費税を除く全額を社会保障の費用に充て、すべて国民の皆様に還元します。官の肥大化には決して使えません。これは社会により多くのぬくもりを届けていくための改革です。消費税引き上げにあたって最も配慮が必要なのは低所得者の方々です。このため、社会保障の機能強化により、低所得者対策を充実するとともに、国民一人一人が固有の番号を持つことになる社会保障税番号制度を導入し、給付付き税額控除の導入を検討するなど、きめ細かな対策を講じます。また、所得税の最高税率を 5% 引き上げ、税制面でも格差是正と所得再分配機能の回復を図ります。グローバルな金融市場の力が席巻する今、ひとたび国家の信用が失われると取り返しがつきません。欧州